どうも、ミドルマです。今日はこっちの鼻詰まってます。まだ花粉症ですか？アレグラがいいと。アレグラって書いてくれてましたね。はい、買います。はい、いいんですよ、花粉症の話は。今回はですね、僕が思うにですね、ヘッド走らしたりとか、多分ね、バッター陣っていろんなこと思うと思うんですけども、まずモノマネから入った方がいいと思うんですよね。大事なので、プロ野球選手のモノマネをしたらいいかなっていうふうにすごく思うんですよ。バッティングよくしようと思ったら、その中で僕が一番すごく、おすすめしてる選手は DeNA の宮崎選手なんですね。で、どういうことかっていうと、こうやって宮崎選手って前にこうバットを倒す動作があるんですよね。これってよく一般的に小学生、中学生、高校生の時にそうなんですけど、ヘッドこうやって入れてたら怒る指導者めちゃくちゃいるんですよね。こうやってたらで、打つ時にまたこうやって入ったら余計怒られるみたいないうのがあるんですけども、でも飛距離を伸ばしたりとか、ヘッド走らしたりとか、強く打ちたい人っていうのは絶対にこうやってバット入れた方がいいんですよ。最初こうやってバット入れてヘッドの重み感じて勢いつけて打った方が絶対に強いじゃないですか。でもヘッドがこうやって入れてしまうと遠回りするとか開くとかいろいろ言われるんですよ。じゃあなぜプロ野球選手の宮崎さんこうやってヘッド入れてるのか。入れてもなおでホームランもいっぱい打ちますし、打率もいいですし、安打もすごいし、おかしい。なんで小学生 の少年野球とかの指導者ってコンパクトにコンパクトにっていうところばっかり言うんですかね。謎なんですよ。まずは強く振ることからじゃないですか。そうですね、世界の王貞治さんなんてこうやってねヘッドグーって入りますけど打ってますよね。おかしい。ということでね、なんでこうやってねヘッドをこうやって入った方が強く打てるのか、そういうのを説明していこうかなと思いますので、ぜひ最後まで見てください。いきます。はい、では早速ちょっとティーで打っていきます。まず、強く打つとか、ヘッド走らせるに、すごく大事なことを言うと、特にねまだ力ない子とか、飛ばす感覚がない子っていうのは、このバットの特にこの先ですよね、この先の軌道がボール当たるまで長くこう描かれた方がいいんですよ。要は線描いた時に引いて打ち入る時にこのヘッドがうわーっと大きく長く線を通ってグニ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 って振って打った方が全体に飛ぶんですよ。でもあまりこう何ですかね、パワーがないというか力強く打てないバッターってこのヘッドがすぐにボールにポンってきちゃうんですよ。これ良くないんですよね。でもヘッドをこうやって前に倒して勢いつけようと思って打とうと思ったら絶対にこのヘッドって次後ろ来ますよね。じゃあすごい甲が長いですよね。うわーなんと、ね、でもこうやって実際こうやって前倒しててさあ打てって言った時にこうやって打つ人いないじゃないですか。絶対に打とう思ったら絶対にヘッドって後ろ行きますよね。でもこの後ろ行く動作ってすごく大事なんですよ、バッティングで強く打つために。だから本当に DeNA の宮崎さんのバッティング見ると、あ、すげえな、このバッティングと。だって150キロ球も振り遅れてないんですから。要は何が言いたいかっていうと、タイミングなんですよ。タイミングをしっかり取ることができれば絶対遅れない。そして一番大事なのは顔です。顔がいってしまうと、これ良くないので、顔をしっかり残してくれれば、ある程度は打てると。ちょっとやってみますね、T で。要は あまり効果ない選手、要はあまりなんていうんですか、強く打てない選手っていうのは、この ここから、これですよね、こんな感じですね、すごいこうヘッドがそのままポーンと、いわゆる最短というか、スムーズにバットが出てるタイプですね、これ。もちろん力あるバッターはね、これでもバチッと飛ぶかもしれないんですけども、よりね、遠心力効かそうと思ったら次は前にヘッド倒すんですね。こうやってヘッド倒して遠心力効かしてバッて打つ。僕ロングティーとかね、強くパチッと長打したい時にヘッドこうやって入れるんですよ。入れてクイッと、こんな感じですよ。
クイクイしてますよね。クイクイクイって、これですよ。ああ知ってるわ。こんな感じですよ。前にこうヘッドを入れることによって遠心力を効かして打てるんで、やってください。次は実際のマシンバッティングですね。行きましょう。今日は当てへんように頑張ります。今日はもう、パン打ってもらいましょう。さあ、打っていきますよ。ヘッドを前に倒してね、打っていきます。お願いします。ヘッド前倒します。ふい。こんな感じですね。前に倒す。前に倒す。あ、いいですね。全然振り遅れへん。これ多分球の速さ240キロあると思うんだけどな。240キロだ。90分ぐらいからミスる。やばいですね。240キロあるんですけど全然対応できますね。でヘッド前に倒した方が絶対力強く振れると。あとはタイミングですよね。振り遅れないために自分でアジャストしていくと。いや今日走ってるわ。すごいな、キックだけ。今日切れてるからな。今日切れてますよ。前にヘッドを垂らす。どのぐらい。あ、ラスト2いきます。後ろの2がこうなってます。ラストいきます。前に倒します。てな感じで前に垂らす。ドン。こんなイメージで皆さん振ってみてください。はい。いやー今日切れてましたね。僕だいぶすごかったです ね。やっぱこうヘッドを前に倒す動作ですよね。これでやっぱり打ちに行く時により遠心力がかかって打つっていう感覚がやっぱすごく分かるので、まず力出して打ちたい人は僕はヘッドこうやって入れるべきかなとやっぱ思うんですよね。やっぱこうやって入れることによってヘッドの重み感じてからの移動距離がすごい長いんで、やっぱ強いですよね。だからあの世界のバリー・ボンズ選手とか、こうやってクッと入るんですよ、こうやって。こうやってるんですよ。で、ヘッド入るんですよ。ヘッド入って、こっからすごい効果が長いんですよ。なぜ真似をしない。やっぱり効果が長くなるってことは、一応やっぱりこうラインに乗せるというか、はい、当てる技術っていうのはそれに高くはなってくる。あ、そうです、そうです、ね。やっぱこのラインに入った方が当たる確率も高なりますし、なおかつこうやっぱ遠心力かかってこうスイングが強くなりますよね。だからそこを皆さん気づいてもらうとすごくいいかなと思うんで、僕はやっぱり DeNA の宮崎選手のようなあの打ち方っていうのはすごい真似してほしいなというふうに思いますので、あとはあの古田選手とか古田さんとかの打ち方も僕はすごい好きだなと。結構前に垂らそうですよ。だからその辺も参考にしてもらえれば嬉しいかなというふうに思います。試せる技術は何でも試してほしいですよね。何でも試してほしいです。まずはこうスイングは力強く打てる、まあ、今みたいなスイングをやってみて、はいはい、じゃあ次はミートしやすいバッティングがどうなんだろうとかでやった結果、やっぱりそこの中で自分の一番まとまる部分っていうのを見つけるみたいな。間違いないです、ね、それが絶対一番大事だと思うんで、最初からなんかバランス見てってやっちゃうと、ね、何もかもが半端に終わっちゃうというか、ね、そうです、そうです。それが一番良くないですよね。だからそれはね、本当にまずは何でも試してみるというのが大事なんで、ぜひ皆さんやってみてください。ということで本日は以上です。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。オンライン動画指導も行っておりますので、そちらもご登録の方よろしくお願いします。女子軟式野球チームアメージングも活動しておりますので、そちらも応募お待ちしております。では次の動画でお会いしましょう。さよなら。